使うってよりは重さの位置上げるのに使うんですよね。これで重さの位置上がったの分かりますでしょうか。ちょっと上がってますよね、こっち。分かりますかね。分かる？結構上がってるし。これね、簡単に上がるんですよ。で、重さをダウンさせる方法もあって、僕はもうそれ使い分けて左右で。今日染めたのは、ワンプロセスでブリーチしないで染めたいということで、ブリーチなしのワンプロセスプロマスターアプリエの EA-13 こちら、それからイゴラのピクサム F の CPV11 のバイオレットですね。こちら綺麗な色が多いんですけど、それとこちらの過炭酸ナトリウム、このパウダーです。こちらを混ぜてなるべくリフトして染めてみました。やはり僕は予測はしてたんですが、矯正をかなりされてたんですよね。なので毛先の方が結構若干沈んでるんですけど、まあ、時間経つと大丈夫なんですが、やはりかなり吸い込んでるのかなっていう感じはします。濡らすとかなりダメージが感じられたので、結構毛先の方が相当染料吸ってますね。青の染料をすごく特に吸ってるのかなって感じがしました。はい、まあ時間経つとね、根元の方はあんまりこうべったり塗らなくてよかったかなと思います。ネモキンしてたかもしれないですね。あとこっちに流したいんですよね。はい、はい、ちょっと流すように切りたいと思います。これはまあショーバルタンでいこうかな、まあ、自然に落とした位置で、この辺からちょっとショーバルで削っていこうかなと思います。矯正してる髪の毛は本当カーブしづらいので、まあ僕はもうちょっと 10% ぐらいのセニングでもう動きをちょっと無理やりつけていきますね。毛先の方をちょっとこうちょっとずつ取っていって、もう丸くしていくような感じで、なるべく動いてくれるように。ショーバルだけだとちょっとね、曲がってくれないんですよね。毛がちょっとかなりまっすぐに矯正が入っちゃってるんで、髪の毛ってやっぱりついたところが折り目になって髪の毛が動くようになるので、そぎなしだとやっぱり動きは悪いですよね。なので多少なりそぎは必要かと思います。これ今ショーバルですね。ショーバルタン、ちょっと厚さが違うみたいなんで、まあ、僕が切ったわけではないんですが、ちょっと調節したいと思います。ちょっと重さの位置を上げる方法で簡単なのは、この R2 セニングを使うと簡単に重さがあります。ちょっと見てていただきたいんですけど、ちょっと重さの位置を若干上げようかなと思った時に、なんとそぎで使うってよりは重さの位置を上げるのに使うんですよね。これで重さの位置上がったの分かりますでしょうか。ちょっと上がってますよね、こっち。分かりますかね。分かる？結構上がってるし。これね、簡単に上がるんですよ。で、重さをダウンさせる方法もあって、僕はもうそれ使い分けて左右で、骨格がやっぱりそのいびつな方もいらっしゃるんで、今回は骨格っていうよりはカットラインのちょっとした差で、ちょっとこっちが長く残ってたりとか、こっち短くなってたりとかですね。でここが重くなってんだけどこっち軽いとか、そういうこうバランスを直すのに、この使ったりするんですけど、で今のウェイトの位置っていうのはここがウェイトでここがウェイトなんですね。このぐらいの差がなってるんですけど、今じゃ簡単にこのウェイトをここに上げてみたいと思いますね。はい、まずこう見た感じ、取る場所も考えますね。この辺かなっていうことで上げます。これ今一瞬でリフト1回でできたの分かりますでしょうかね。これで同じ位置にウェイトが上がってるんです。この一撃だけで分かりますか。これで同じ位置にウェイトが上がってますよね。こんな簡単に R2 セニング使うことによってウェイトのバランスっていうのが簡単にできます。これそぎでっていうよりは毛先をブランドカットで毛先の重なりをちょっとずらしてるような感じなので、
で今ここがちょっと気になるのが、ここが軽くてここが重い、ここが軽くてここ重いのがちょっと気になるかなっていう感じなんですね。あとこの前髪今出てきてるんで、これは切っていいのかなって感じなんですね。こっちのラインはいいんだけど、こっちがもう軽さが出ちゃってるんで、どうしてもこっちに合わせる必要がある。で多分ここが今この問題点としては、ここのウェイトは合ってるんですけど、ここが短くてこっちが長いっていう、このカットラインの差がかなり出てるんですね。わかりますでしょうかね、こういう風に。で結構日本人じゃないや、右利きの人に多いのがこっち長くなるんですよね。でバックセクションはかなり長さが今このぐらい、あのカットラインが悪いって言ってるわけじゃなくて、これ切り方なんですけど、こういう風に長さが全然違うんですよ。なんで皆さん気をつけた方がいいのは、こっち側のセクション切るときは靴1個分前に体を持っていかないと、こっちがどうしても長くなっちゃうんですよね。あともしくはバックで引き出したときに、ちゃんとした位置にあるかっていうのを確認していかないと、ウエイトがもうぐちゃぐちゃになってきちゃうんですよね。なんで、今もうちょっといびつな感じになってるのをちょっと直します。まずバックのセクションが、これも全部 R2 セニングで簡単に直せるんですけど、まずちょっとこっちの方が、短いで、ここが大体皆さん長く切らさる場所なんですけど、ここをこの辺長くなることが多いんで、これで今合いましたね、簡単に。でこれ揃えとかないと伸ばしていく途中でバランスどんどん崩れてっちゃうんで、でちょっと毛先が、この辺の顔前のラインもちょっと全然違うんで、ちょっとそこを合わせたいと思います。これ軽くなっちゃったラインをちょっと取ることによって少し綺麗なラインになります。でそうすると顔前のラインがボケてたのが、ちょっとラインがすっかりしてきて、より際立ちますね。こういうような感じに。で反対側もちょっと切っていきます。ちょっと切らないと重さがちょっと統一できないんで、ちょっと顔まで切ることにしました。後ろを軽くできますか。後ろを軽くできる。毛量がすごい。あ、入れ足。ああ、ちょっとできる。ちょっとやりますか。はい。はい、全体的に量がすごい。多いんですね。わかりました。いろんな取り方が、ネープの重さを取る方法はいろいろあるとして、一番簡単なのは T2 セニングで、10% 以下でパンパンパンと取っていくのが一番楽だと思います。あともしくはショーバルタンをこういう感じで持っていただいて、チョッパーカットで取っていくっていう方法もあります。これで、あんまりそぎセニング使いたくないっていう方は、僕はこういう感じで取っていったりします。でチョッパーカットで毛量をちょっと取っていきますね。ちょっとルーツ気味に入っていくような感じで取っていく。その時も結構考えるのは、上から見た時にここがシェイプされてる方が綺麗に見えるんで、あんまりここのラインはセンターのところは深く入れないようにして、ここを攻めるようにしていくとバランスが良かったりとかしますんで、日本人の場合ですけど、ごめんね、強引に回します。本当簡単なのは、もう誰でもできるのは T2 セニングで、そのまま、このような感じで、刃先だけをちょっと使っていく感じですね。刃先3目ぐらいまで使っていく、10%でやっていく感じです。これはもうループセニングですね。なぜルーツでやるかっていうと、結構フォルムが毛先のニュアンスがちょっとそぎすぎると汚くなっちゃうんで、ルーツでいった方が僕はいいかなと思います。
本当、まあ、すごい簡単に切ってますけど、まあ、この道具使えば本当簡単なんですよ。ラインも出ませんし、でまあこんな感じです。これで毛量は調節できたのと、あと大体バランス自体が合ってきてるんで、うん、全体のそうですね、先ほど結構バラバラだった量感が、ほぼ綺麗に合ってきてるんじゃないかなと思います。やはりですね、こっち側の重さが、顔周りの重さがやっぱり右利きのせいかちょっとな重さが残ってたんで、それを切るとだいぶ収まりが良くなりましたね。まあ、皆さん切るときもやっぱりちょっとこっち側気をつけて、切っていただけると、よりもっと再現性じゃないか、もうちょいいカットができるんじゃないかなと思います。この裏面で、ちょっとここから少し変化をつけるんですけど、前髪の延長線上の裏側、これ他の動画でもやってますが、このパネルを縦に取っていただいて、グッてこう噛んだ時にこの筋肉が出ますよね。この筋肉のところを取って、この筋肉、ここに筋肉があるんですよね。グッと噛んだ時に出る筋肉、この筋肉を、丸く取ってあげて、でこの延長線上、このウェイトによって、小顔効果出したいければちょっと下側に入れてあげるといいですし、まあ通常延長線上が一番理想なので、そこに裏に5回ぐらい表面入れないでセニング入れておきます。そうすると、より顔周りがシャープになってかっこよく見えます。はい、こちらもグッて握った時の、グッと噛み締めた時に、この筋肉が働くと思うんですけど、その部分を取ります。そしてこの前髪の延長線上の場所の裏側ですね、ここを、はい、大体3分の2だけをセニング入れます。表面は入れないです。表面入れちゃうとそこにソイだけが見えちゃうので、そうすることによってより顔の方にここのサイドの毛がフィットするんで、よりですねシャープに見えて、なおかつこっちは重さも丸さも出るので、まあこんな感じですかね。で前髪はもう一回ちょっと熱入れてみないと実際わかんないんで、ちょっと熱入れます。はい、今日も撮影が終わりました。なんとか明るく染まったんではないかなと思います。大丈夫ですか？はい。はい。ということで、また。
か皆さん、ハイヤマカチの動画の方を見ていただいて、シェアとかいいねしていただければもっと頑張りますので、ちなみにですね、今900本ぐらい動画があるので、過去の動画を、ちょっと振り返って見てみるのも面白いと思いますので、ちょっと遡っていってもらってもいいんではないかなと思います。はい、では今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。